それでそれで、次のお話は、ユッキー。ねえ、ソドム、もう夜も遅いし、そろそろ寝よっか。でも僕、全然眠くないの。え？いつもなら先に寝ちゃうのに、今日はどうしたの？わかんない。昼間散々寝てたみたいだからな。そのせいだろ。ああ、そっか。お天気がよくって、風が気持ちよくって、いっぱいお昼寝しました。それは、眠くないかもね。僕も眠くなりたいの。じゃあ、羊を数えてみようか。羊？羊って何？羊は白くてモコモコしてって、口で説明してもわかんないか。それじゃあ、ソドムの好きなキラキラを数えてみるのはどう？目を閉じて、一つ、二つって数えていってごらん。そうしたらいつの間にか眠れると思うよ。うん、わかった。キラキラが一つ、キラキラが二つ、キラキラが三つ。はい、楽しくなってきたの。あれ、もしかして逆効果？ねえユッキー、僕キラキラたくさん欲しいの。キラキラ一緒に探して欲しいの。ダメだソドム、ユキはこれから眠るんだ。これ以上うるさくするならしまうぞ。ごめんなさいマスター、まだしまわないで。僕お外にいたいです。眠れないならその辺を散歩でもしてきたらどうだ。え、お散歩行ってもいいですか？そうだね、ちょっと体を動かしたら眠くなるかもしれないね。僕、キラキラ探しの探検に行ってきます。あまり遠くへは行くなよ。はーい。裏切りは僕の名前を知っている。オリジナルドラマ CD、 黄昏館の住人とソドムの眠れぬ夜。キラキラ、キラキラ、どこにあるのかな？あれ、誰かの話し声が聞こえる？こっちだ！このお部屋から声がする。クンクン。シューセとホッツの匂いなの！そういえばシューセは宝物を探すのが上手だってユッキーが言ってた。キラキラ、探してくれるかも。めったな、巡り合うことのない、高級焼肉、和牛、中心。うるさいホツマ、いい加減静かに寝てろ。ごめん、ヒューセ。あれ？ん？ソドム？ホッツ寝てるの？でも今喋ってた。不思議。あ、このお兄ちゃんはね、ちょっとおかしいんだ。寝ながら喋るんだよ。寝てるのに喋る？違う。俺は寝てねえ。ハンバーグ。さらにおかしいのは、こちらと会話が成立するところなんだ。ピーマンあげるって、話しかけてごらん。ピーマンあげるよ。ホッツ。
ビーマンはいらねえ。やめろ。顔に近づけるな。面白いな。そうだろ。こうやって寝てるときは割と素直に物を言うから、普段聞けない本心や秘密を聞き出したいときに便利だったりする。どうしても言わないときもあるけど。秘密って？そうだな。例えば、おいホツマ、お前俺のことどう思ってる？修正は俺の幼なじみ。あーすごいの、ちゃんと答えてるの。それから？それから大事なパートナー、何があってもってるけど怒ってるのかなって時が一番怖い。あのな、大概原因はお前だろ。違う。修正は腹黒ってわけでもド S ってわけでもねえんだ。は？ド S？ いや、たとえそうだとしても。修正が黒かろうとド S だろうと、それでも俺は最高のパートナーだと思っちゃう。はあ、何を言い出すかと思えば、そうかホツマ、お前が俺をそんな風に思っているとは。ありがとな。起きろ。なんで耳引っ張るんだよ。あれ、あれ、またいつの間にか寝ちまったのか。おはよう、ホツマ。何、シューズ。なんか怒ってる？顔は笑ってるけど、怒ってるのかな？さあどうだと思う？なんだ、やっぱ怒ってんじゃねえか。笑いながら怒ってる時が一番やべえんだよ。何した俺。寝ながらお話しするのも、にっこり笑いながら怒るのも、人間っておかしいの。でも修正が怒っちゃったから、キラキラの場所聞けなかったな。他行こうっと。ふんふんふんふふーん。また誰か起きてないかな。あ、このお部屋からも声がする。かっか。クロッピとセイの匂いだ。はぁ。そーっと見てみよーっと。あ、今度は二人とも起きてるの。クロド、明日の学校の準備しておいたよ。服はここに置いておくからね。ああ。明日はユキ君の護衛担当だよね。少し早めに目覚ましかけておくよ。ああ。あ、この間トマトソースを飛ばしちゃったクロドのお気に入りのシャツ、染み抜きしておいたから。ああ。なんなら朝の着替え手伝ってあげようか。ああ。日曜日、デートでもする？ああ。よし、絶対だよ。約束だからね。ん？何がだ？日曜日デートしようって言ったんだよ。君はうんって言った。は？デートだと？バカか！そんなもの OK するわけないだろ！やっぱり俺の話、半分聞いてなかったな。ひどいな。人のこと空気扱いなんだから。そんな熱心に何の本読んでるんだい？何でもいいだろ。何も隠さなくても、一生懸命読んでるみたいだからさ、面白いのかなって。僕のことは気にするな。お前さっさと自分の部屋へ帰れ。あ、帰れたなんて。
ああ、俺はクロトのそばになるべくいたいのに、君は俺のこと何にも興味ないんだもんな。切ないな。わざとらしくため息なんかつくな。あ、なんか覗いてるぞ。え？こんにちは。なの、何の用だお前。というか、まず挨拶が間違っている。今はこんばんはだ。ああ、そっか。じゃあこんばんは。こんな時間に一人でどうした？ほんとね、ソドム眠れないの。だからキラキラ探しの探検なの。キラキラどこにあるか知ってる？キラキラってなんだ？具体的に説明してみろ。具体的？僕の好きなものなの。それじゃよくわからないが、多分ここにはないな。なあ、千四郎。クロト、君の読んでいた本って。千四郎、何を勝手に人の本を見ているんだ。それ俺が挿絵をした文庫本だよね。それを熱心に読んでくれてたんだ。うるさい。たまたまだ。たまたまって、君そんなジャンルの本読まないじゃないか。いや嬉しいな、クロトが俺のやっていることに興味を持ってくれてたなんてさ。黙れ。興味なんかない、ただの暇つぶしだ。うん、そういうことにしておいてもいいよ。あー嬉しいな。せんしろ。ダメなの、喧嘩はダメなの。変なの、喧嘩は仲がいい証拠なんだって千に言われたの。僕よくわかんない、人間って難しい。はぁ、キラキラないな。眠くもなんないし、つまんないな。待って、トウコちゃん。もうつくもってば、動かないで。あれ、ツックとトウコの声だ。なんか楽しそうなの。もしかしたらキラキラあるかも。くすぐったいよ、トウコちゃん。だからつくもが動くからでしょ。違うよ、トウコちゃんの指がくすぐったいの。わざとやってない？やってないったら、ちゃんと耳掃除してあげようと思ってるのに。待って、ちょっとタイム。ほら、また笑う。ねえ、それってそんなに楽しいの？あら、ソドムじゃない。お膝にゴロンとしてお耳触ってもらうと楽しいの？あのね、くすぐったくて笑ってたんだよ。楽しいのかと聞かれたら楽しいけど、今度ルカかユキにやってみてもらったら？はっ、やってもらう。そのルカとユキちゃんは一緒じゃないの？うん、ソドム一人なの。眠くないからお散歩してきていいって。キラキラ探してるの。そうなんだ。ねえねえ、キラキラどこにありますか？え？どこって。そうだな、だったら外に行ってみたら？あ、そうよね、そろそろ時間だもんね。お外に？なんでなんで？なぜかっていうと。まあまあ、庭へ出て空を眺めてごらん。そしたらわかるから。お空を見るの？わかった、僕行ってみる。じゃあね。気をつけてね。はーい。きっと喜ぶわよね、ソドム。うん、なんたって滅多に見られるものじゃないからね。あっさっと、あっさっと、お外に行かなきゃ。お庭に出た。そしたらツックがお空を見ろって。わあ、すごーい。
マスターが遠くへは行っちゃダメって。あ、そうだ、そういえばユッキーがソドムの好きなキラキラを数えてみるのはどう？そうだ、キラキラを数えたら眠くなるんだった。あ、キラキラ落ちた。1つ2つ、あー、3つ4つ、5つ6つ、7つ8つ。あ、いたいた。ソドム、なかなか帰ってこないと思ったら、こんな芝生の上で寝ちゃうなんて。仕方ないやつだな。部屋まで運んでやるか。ぐっすり眠ってるみたいだね。散歩の途中で疲れちゃったのかな。いや。え？多分空を見て数えたんだ。え、空？あ、すごい星。綺麗だね、ルカ。あ、流れ星、すごい。今夜は何百年かに一度の珍しい流星群が見られる日なんだよ、ユキちゃん。たくさん流れるんだってさ。トウコちゃん、ツクモくん。あ、もしかしてこの流星群を見に？うん。実は私たち何日も前から狙ってて、夜更かしして待ってたの。そしたらソドムがキラキラ探して部屋に来たから教えてあげたんだ。そうだったんですか。なんだお前ら、揃いも揃って。みんなで何の密会？まあ、そのチビここにいたのか。ホツマくん、シュウセイくん、クロトくん、センシロウさん、あんたたちこそ揃ってどうしたのよ。珍しいじゃない。そこでばったり会ったんだ。ホツマが眠気が飛んだっていうもんだから、庭にでも出ようかと。俺とクロトはソドムが気になって、さっき部屋に来たんだけど、何か探してるみたいだったから。なんだ、眠っているのかそいつ。ああ、手間をかけたな。流れ星を数えてるうちに寝ちゃったみたいなんです。流れ星？あ、すっげえな、流れたぜ。ああ、そうか、今夜は何百年に一度っていう流星群が見られる日だったな。そう、さすが修正。せっかくこうしてみんな揃ったんですから、少し見ていきませんか？いい考えだね。ああ、だったら全員で流れ星に願い事しようよ。今日なら頼みたい放題だよ。私もう決めてるんだ。ちゃっかりしてるな。なんだそれは。流れ星が消える前に願い事をすると叶うって言われてるんです。なんだ東子、ケーキ食べ放題行きたいとかか。バカホツマ、そんなんじゃないわよ。私の願い事はね、お星様、お願い、ここにいるみんなが幸せになれますように。